バーニングは1973年にリリースされたザ・ウェイラーズのアルバムである。アイランドでの2枚目のアルバムであり、ボブ・マーリー、ピーター・トッシュ、バニー・ウェイラーの3人が在籍していたウェイラーズとしては4枚目のアルバムかつ最後のアルバム。このアルバムが出た後、トッシュとウェイラーはバンドを脱退し、ソロとして活動していく。二千十一年にエジプト革命の際使用された。 プロパガンダポスター。ゲロッパスタンドアップの歌詞が引用されている。前作、キャッチアファイアは成功したものの、英米のロック市場におけるレゲエの認知度はまだかなり低く、米国で販売を担当したキャピトルレコードの態度も熱心とは言えなかった。しかし、音楽雑誌や音楽ファンの反応を見たクリス・ブラックウェルは、マーリーに次のアルバムのレコーディングとツアーの準備を指示。アルバム、 バーニンは、前作から約半年というかなりの短期間で、リリースされた。アルバムは、バンドの代表曲、ゲットアップスタンドアップに始まり、エリック・クラプトンにもカバーされた、マーリーのスタンダードチューン、I Shot the ェリフ」など、さらに対決的かつ攻撃的なトーンの曲が続く。ダピーコン a c o n Color、Small Axe、プットイットオンなど、以前からの曲の再録もある。アルバム最終曲は、 ナイア・ビンギー様式のラスタ・マン・チャントで幕を閉じる。マーリーの他にトッシュとバニーがリードボーカルを務める曲もあり、トッシュ、バニーの平和的な曲はマーレイの攻撃的な曲と対象を成している。1975年にビルボードのポップアルバムとブラックアルバムのそれぞれのチャートで151位と41位を獲得し、ローリングストーン氏が選ぶオールタイム。 ベストアルバム500において、319位にランクイン。ゲットアップ、スタンダップ3時16分、ハレルヤタイム3時28分、アイショットザシェリ、フ4時41分バーニン、アントルティン4時15分、プットイットオン3時59分、スモールアックス4時1分、パスイットオン3時33分、タピーコンカラー3時44分、バンファンデーション3時42分、ラスタ、マンチャント。 3時47分、リンカネーティットソウルズ3時43分、ノーシンパシー3時8分、ザ・オプレスト・ソング3時16分、ディスクワン・バーニング、リマスタード、編集ゲットアップ、スタンダップ3時20分、ハレルヤ・タイム3時31分、アイショット・ザ・シェリフ4時41分、バーニング、アンドルティン4時16分、プット・イット・オン4時1分、スモール・アックス4時2分、パス・イット・オン3時35分、 ダピコンカラー3時47分、ワンファンデーション3時44分、ラスタマンちゃんと3時48分、リンカネーティットソウルズ3時45分、ノーシンパシーさん、ジューザオプレストソング3時17分、ゲットアップ、スタンダップ3時43分、ゲットアップ、スタンダップ3時11分、ディスク2ライブ AT、ディーズ、ノーベンバー23、1973、 編集ダピーコンカラー6時3分スレーブ、ドライバー5時バーニン、アンドルティン8時29分キャントブレイム、ザユース5時9分ストップザットトレーン3時57分、ミッドナイトレーバーズ6時29分、ノーモアトラブル6時59分、キンキーレゲー5時56分、ゲットアップ、スタンダップ6時15分、スティアイットアップ7時25分、プットイットオン4時29分、 ライブリーアップユアセルフ13時35分。ありがとうございます。